おはようございます。今日は町田ゼルビアの開幕戦、会場である町田祇園スタジアムに到着って、あれ、やってしまいました。なんと相模原にある祇園スタジアムと町田の祇園スタジアムを間違えてしまいました。仕方がないので、これから徒歩で町田の祇園スタジアムを目指したいと思います。一体どのような道のりになるのか、ノーカットでお届けいたします。こちらは相模原祇園フィールド、祇園スタジアムのサブグラウンドです。お、ボールが転がってきましたね。戻してあげましょう。下手くそか。気を取り直して先へ向かいたいと思います。先は長いので20倍速でお届けいたします。ここは女子美大のバス停、相模大野駅や小淵駅から相模原祇園スタジアムへ向かう場合はここで下車します。相模原祇園アリーナです。こちらも祇園がネーミングライツを取得している施設です。相模原の工業団地を抜けていきます。歩き始めてからおよそ30分、ここは浅溝台。まだ相模原祇園スタジアムがある浅溝から抜け出せていないようです。さらに歩いていきます。だいぶ建物が少なくなってきました。木々の多いところを歩いていきます。住宅地に入ってきました。
およそ1時間が経過、横浜線の小淵駅周辺までやってきました。ほぼ中間地点であり、飲食店も多いですし、休憩ポイントには最適のところになります。ここが横浜線の小淵駅です。神奈川県と東京都を分ける境川にやってきました。この橋を渡ると東京都です。この小さい川が2つの都県を分けているのです。東京都町田市に入りました。1時間半が経過しました。町田のギオンスタジアムまでもう間もなくでしょうか。この辺りからは歩道がなくなってくるところも多いので、歩くときには注意が必要です。町田ゼルビアの横断幕も見えてきました。もうそろそろでしょうか。なお町田市は東京都ですが、市内を走るバスは神奈川中央交通。2時間が経過、市内中バスの乗った車庫が見えてきました。町田祇園スタジアムまではもうすぐです。
北車庫バス停から町田ゲームスタジアムへは軽い登山となります。入り口にはこのような横断幕が掲げられています。さて登山をしましょう。木々の間から町田祇園スタジアムが見えてきました。まさに天空の城といった感じです。入り口はお城の門のような感じですね。スタジアム前広場、ゼルビーランドの入り口です。至る所でこのような RPG 風の演出がなされています。城下町はにぎわってますね。スタジアムグルメのお店も並んでいます。おや、隠れゼルビーを発見。
した状態でお進みください。会場内への瓶類、缶類の持ち込みは禁止となっておりますので、紙コップへの。ようやく町田祇園スタジアムのメインゲートに到着いたしました。まとめです。相模原祇園スタジアムから町田祇園スタジアムまでの所要時間は約2時間半弱、距離は約11キロでした。結論としてはタクシーを呼んだ方がいい距離でしょう。それではお付き合いいただき誠にありがとうございました。次回の動画もお願いいたします。